皆さんおはようございます。朝7時半になりました。これ現代ビジネスなんですけども、首相にふさわしい人物、予想と少し違うアンケート結果ね、1位から10位まで発表します。そしてね、11から20位でもありますので、それもね後ほど発表していきましょう。第10位はこの人は 8% ということで、泉健太さんなんですけど、まあ話にならないですわね。私ね、2回選挙演説聞いたことがあるんですよ。そのうち1回、これね、名古屋駅前だったんですけども、なんか話のね、なんか大半と言いますかね、結構なこう割合でドラゴンズの話をしてました。私はドラゴンズファンなんですということで、名古屋駅前でやってたんですけども、聴衆ほとんどいません。本当にね、身内だけでやってるような感じ。もう党首になった後ですよ。いや、党首になってあんなね、誰も足を止めないようじゃ話にならないでしょうね。さあお次、菅さん 9.6%、 9位なんですけども、あのね、菅さん結構これはね、総理大臣時代にはいい仕事をしてるのは事実なんですけども、やっぱり押せないのはあの神奈川の河野太郎さんとかね、あの小泉進次郎君、あの辺を押すという信じられないこと。そしてアイヌの問題でもそうでしょ。あのね、大高美樹さんが指摘してましたけども、菅さんに直接ね、アイヌっていうのはもう北が絡んでるからやばいですよと、あんな箱物作ったらまずいですよって言ったのに、菅さんはへえそうなんだということで、そういうことを知らないと。だからね、私たちみたいな人間が知ってるのに、トップがねそういう問題知らないってこと多いんですよ。菅さんちょっと僕は応援できませんね。さあそしてその次、これはなんだということなんですが、なぜか菅さんよりも上に山本太郎さんが来ていると。どういうことなんでしょう。令和のね支持率から考えると 10% はどうしてもね、これ 10% はおかしいと思うんですけども、なんかこれ現代ビジネスあるんでしょうか。ありえないでしょう。そしてね、驚きは次なんですけども、なんと高市早苗さんが今の山本太郎とね、もう全然変わらないんです。 11.2% ということで、第7位に来ているんですけども、いや今の時代どうです。特にね、この最近のあの例の中国の透かし問題を考えると、もう私はね高市さんしかいないと思います。もう何回でも言いますけども、高市さんがここでなってもらわないと困りますよ。あのセキュリティクリアランスの問題が急激に浮上したのも、まさにねすごい絶好のタイミングでしょ。だから問題はね、この河野太郎大臣ですよ。あの SC 法の穴というのは、現職の閣僚とかね、今の状態だとあの河野太郎大臣はね、こう外れちゃうんですよね。おかしな話ですよね。あれはね、総理大臣だろうが誰であろうが、全部ね身辺調査、身体検査する必要があります。この辺をしっかりしてやっていかないと、これアウトになってしまいますよ。まあということで、高市さん、とにかく私は総理大臣期待しておりますので、頑張ってね、なんとかなってもらいましょう。さあその次、ここで河野太郎さんが出てくるんですよ。ドーンと。まあこの調査をやったのは、今回の中国のあの透かし問題の前なんですけども、なんだかんだ言ってこう高いポジションに来るでしょう。だけどね、本当助かってるのはこの自民党員といいますか、自民党員ではなんとか票を取っても国会議員の人気がないと、これでね助かっているんです。でよく言われるのは、総理大臣もアメリカみたいに一国民がね全部1票ずつ持って投票したらどうだと、このが平等じゃないかって言いますが、それは絶対ダメです。それやってしまいますと、マスコミがね誘導しますんでね、誘導しちゃうでしょ。そうでしょ。普通にテレビで流して河野さん素晴らしい人気があるとやりだしたらどうですか。いざ選挙やってしまったら、一般の国民がね河野太郎に入れてしまうんですよ。こんな怖いことはありません。絶対にそういう選挙方法はダメでございます。さあお次、うわもう本当に困ったもんですが、小池百合子さんと 18.4% で、特にね東京知事選挙なんかやると圧勝しちゃうんですよ。で前回皆さん思いませんでした、あの例の女帝というね非常に素晴らしい本が出て、小池百合子さんのこのね内実を全部あぶり出したでしょ。でベストセラーになりました。ところがその直後にやった東京都知事の選挙では、小池さんぶっちぎりで勝っちゃうんです。だからね、いかにね選挙に関心がないかって人が多いかと。でもね、投票してるわけだから選挙に関心があるんだろうと思うでしょう。でも違うんですよ。実際にはね、選挙でもせっかくだから行ってみっかと、誰にしようかな、あ小池さんでいいんじゃねえのって、こういうふうに入れてる人がめちゃくちゃ多いってことになります。じゃあその次どうか。いやこれもね最近ですから、急に上川さんが上がってきますけども、僕もねこの人はダメだと思いますね。これも皆さんも知ってるかと思いますけども、これはねアメリカの民主党政権にこうズブズブと言いますか、そこでこの政策関係のね仕事をしてた人です。だから考えがバイデンと言いますか、もう考えてみたらね、これ上川さん自民党なんですけども、レインボーフラッグを持って走り回っても不思議じゃないような私は感性を持ってると思うんですよ。で確かにね、弁説なんて言うんでしょうね、演説のシーン、これが動画に残ってるもんですから見ますとね、いやなかなか力強い演説はしてるんですよ。でもそれに騙されちゃダメです。上川さんがなっては絶対ダメと。この人は事務方のトップというところって、これ力を発揮してほしいというね、そういう人になります。じゃあその次、なんでこの人が来るんだと、もう意味不明でしょう。次橋本さんということで、ドーンと。
で、この人もある意味ね、上川さんと比べたらもう上川さんが全然マシです。橋本さんがなったら日本はね、完全にこれ売り飛ばされることになりますよ。で、昔はね、橋本さん出てきた時は本当に私も期待しましたし、週刊朝日なんかどんどんつっついてね、それで、謝罪させていたでしょ。あの辺の時なんかかっこよかったんですけども、ある時を境に急に180度変わった感があります。そして、BS のテレビに出て、あの桜井よし子さんと討論した時に、いやね、ウクライナ戦争はこれをやめさせるためには中国に仲介してもらうしかないと、そして中国にお土産を持っていくべきだと、もう唐突感丸出しなんですけども、どう考えてもおかしいと、そういうことを橋本さんやっておりました。もちろんこんな人になっては絶対ダメでございます。そして小泉進次郎君、これがですね第2位ですけども、もうこの人は論外でしょ、説明する必要がありません。本当にね、二世議員がいかにダメかという典型事例。もう百田さんが怒るのは当たり前ですよ。普通だったらありえないわけでしょ。おぼろげながら46という数字が見えてきた、あれで政策を決定してしまうわけですよ。サーフィンやって福島の水は安全だ、まああれはねちょっと面白かったかもしれません。他の議員には絶対できませんからね。でもね、おぼろげながら数字が見えるような人は絶対に総理大臣になっちゃダメなんです。そして第1位、はい、もう大体わかるかと思いますけども、この人でございます。 50% ってちょっとおかしいでしょ、どう考えても。まあこの人はもちろんね、あの安倍さんを後ろから打ち続けた人ということで、もうアウトなんですけども、それにしてもね、僕はね、あの話し方がダメですよ。早く話をしてくれと、いつになったら結論が出てくるんだと、もうそれだけでアウトです。この人がなったらね、アウト、とにかくダメ。それにね、首脳会議に出た時の石破さんのね、出た時のね、雰囲気ちょっと考えてくださいよ。これ、ね、他の首脳から見たら、このニヤニヤ笑った男はなんだということで、私はね、極めてね、日本が誤解されると思います。はい、石破さん勘弁してくださいということ。じゃあ次ね、会の方を見てみましょう。まずは吉村さんってことになりますけども、いやこれも話になりません。でもね、今ね、人気が大阪で若干落ちてるとはいえ、やっぱりそれでも吉村さんとすごいね、大阪では人気あります。 8% もあると。で、なんかね、爽やかっていう風に勘違いしちゃってるんですよね。さあその次、向井戸が来まして、さあさらにその下ドーンと行きますと、 C さんと、もう委員長おりましたけども、まあ共産党のね、この岩盤支持層がありますので、そういうことで C さん多少はね、 7.1% ぐらい総理大臣になってほしいと。これでも私高いと思いますけどね。さあそしてその次が出ましたと、ほっとけない私がね、なんだ、それが私の原動力と、福島みずほさん。はい、この人もズブズブの人でございますね。どっかと言いますと、北の方とズブズブと、こんな人がなってはいけませんと。でね、パチンコのこともそうですし、今回のね、外国とね、なんか日本がつるんで、日本がね、外国勢力にやれるんじゃないかって、日本が大騒ぎの時、なぜかこの社民党の人たちは全く口を出さないんですよ。まあおかしいとしか言いようがありません。でも 6%、これはね、これ現代ビジネスおかしいんじゃないでしょうか。じゃあ次、はい、岸田さんと、現職総理大臣がこの低たらく、はい、4.8% お話になりませんと。そして茂木さん、なんでここで茂木さんか分かりませんけども、この人も 4.3%。 そしてさらに下に続きますよ。はい、この人ダメですよね。教科書がなんとかの回答ということで5億円取ってっただけの人、 4.2%。 そして玉木さんがね、逆にもうちょっと上に行ってもいいと思いませんか。そうでしょう、こんなに下ってことはないと思うんですけども、 3.1% しかないと。さあそしてお次でございます、山口さんと、公明党のトップが総理大臣になるなんていうのはありえないことでございます。 2.6%。そして栄えある20位、最低なんですけども出ましたね、この馬場さんでございますね。まあね、ニコニコ笑って話はしているんですけども、維新のトップっていうことはやっぱりダメでしょう。そして例のね、なんか疑惑もありましたね。あれもね、わーわー言ってるうちにどっか行っちゃったんですけども、やっぱりね、馬場さんありえないと思います。さあ、今日はね、ざーっといつもと違うような形で現代ビジネスの記事からこの首相になってほしいランキングを紹介しました。はい、今日の動画が良かったと思う人はいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。